ロゴアメリカンルマンシリーズ国際モータースポーツ協会は米国の自動車レース統括団体である。略称はイムッサ。スカの元従業員のジョンビショップとペギービショップによりナスカーのビルフランスの援助を受けて1969年に創設された。デートな24時間やセブリング12時間をメインに据えるプロトタイプカーレースを長年主催し、 アメリカの耐久レース文化を守ってきた。また、CTSC やプロトタイプライツのようなエントリーカテゴリーなども開催している。イムッサ GT 選手権、発足年の1971年は6戦が行われた。当初の車両規定は国際自動車連盟で規定されていたグループに及びグループ4同様のものであったが、やがて GTO、G2、 排気量2.5リットル以下のエンジンを搭載したグランドツーリングタイプの車。文字 U は2.5リットル未満の意味 2TU の4つに分割された。最初のチャンピオンはポルシェ914、6G2 のピーター H グレックとハーレー、ヘイウッドだった。イムッサの初期はポルシェ911カレラ RSR とシボレーコルベットが勝利することがほとんどであった。 翌年キャメルが冠スポンサーとなり、シリーズはキャメル GT と呼ばれるようになった。1975年に GTO でポルシェの優位を打破するために、オグットと呼ばれる新しいカテゴリーを導入した。しかし、ボブシャープレーシングチームが抜け穴を使用して、米国産のダット二 280ZX に、日産プレジデントの V8 エンジンを搭載したため、このカテゴリーは、 論争を巻き起こした。しかしこの日産車は成功を収めることはなく GTP カテゴリー創設時には時代遅れになっていた。TU は2とともに翌年から RS カテゴリーに置き換えるために1976年に廃止されることとなった。ターボチャージャーは1977年の中頃までは認可されていなかったがあるホルバートの優勝者であり、 二つのタイトルをもたらした、シボレーモンツァの検査の後、ポルシェのモータースポーツ部門の抗議により、認可されることとなった。1977年以前からポルシェを使用していた、プライベーターは、時代遅れの911カレラ RSR3.0 で間に合わせなければならず、時には過労じて勝利することもあったが、他のオグッド出場者との間で苦戦を強いられることとなった。 ターボ認可の結果、1978年から GTX として知られている新しい最上位のクラスはポルシェ935が絶対的な優勢となった。935はシリーズで最も成功した車となった。70年代の最も成功したドライバーは1971、73年、74年、75年、78年。 および79年にチャンピオンとなったピーター・グレックだった。1982年にジョン・ポールとジョン・ポール・ジュニア親子が改良型935でシーズンを設計するとシーズン終了後主催者側はツインターボを禁止した。勝利を経験したことがあるメーカーは他にマツダがある。マツダ RX-2 と RX-3 により幾度か成功した後に RX-7 はイムッサデーとな24時間レースで1982年から10年連続でクラス優勝を飾り、1980年から1987年まで毎年イムッサグランドツーリングアンダーツーリッター選手権でシリーズチャンピオン獲得を果たした。RX-7 はイムッサレースにおいて同クラスのいかなる自動車よりも多く勝ち続け、 1990年9月2日に100勝目を挙げた。また、トヨタもガーニーフラップの後案者であるダンガーニーのオールアメリカンレーサーズとジョイントし、1987年にセリカで GTO クラスのタイトルを獲得した。トヨタイーグル m k 3百9 8 1年には新しいプロトタイプカテゴリー GTP が登場した。この車は、 世界耐久選手権で導入された新しいグループ C 規定と類似したものであるが、二つのカテゴリーの主な違いは燃料使用総量が規制されたグループ C と異なり、GTP は燃費について規制がなかったことである。レーシングドライバーのデレック・ベルは、レースファンはエコランを見に来ているのではないと強調した。他にも GTP はガソリンタンク容量が20リッター。 多い120リッターであったことやツインターボが禁止されていたことなどがグループ C と異なる。ブライアン・レッドマンは1981年に g t p 車両のローラ T600 をドライブしてチャンピオンとなった。またマーチエンジニアリングもプロトタイプカーを出走させ、1983年にあるホルバートが翌年にランディラニーがチャンピオンとなった。 1984年にはポルシェ962が導入され、1985年から1987年までシリーズを支配した。この当時のイムサ GTP シリーズにはポルシェのほか、ザクスピード製作のフォードプローブ GTP、グループ44製作のジャガー XJR-7、マーチ製作の BMWGTP、 ローラ製作のコルベット GTP、日産 GTP が参戦し、世界耐久選手権を上回る盛況を誇った。1988年、WSPC を制覇した TWR ジャガーが参戦、イムッサ GTP はますます激戦となる。しかしポルシェに代わる王座に就いたのは、エレクトラモーティブが走らせる日産、GTP、ZXT であった。 イムスタ新記録の8連勝を含む3戦12戦中9勝の圧倒的強さでジェフ・ブラバムがドライバーズタイトルを獲得する。しかし、クラシック耐久のデートな24時間、セブリング12時間への欠場、及び台数のハンデのため、メイクス部門はポルシェにタイトルを死守される。しかし、翌1八十九年以降三年間は、ジャガー、ポルシェ、 およびトヨタからの追撃をかわし、日産がシリーズを両部門とも制覇する。一方で、トヨタは1991年終盤にイーグル魔界を投入。このマシンは高い戦闘力を発揮して1992年にダブルタイトルを獲得、1993年にはデートナ含め全勝でタイトルを連覇した。しかし1991年に FIA が 世界スポーツカー選手権を、会一進興を目的に、軽量車シ C シと呼ばれる新プロトタイプカテゴリーを導入し、翌年より GTP クラス及び GTP ライトクラスのクローズドボディの車両を置き換えることとした。WSC 用車両は、オープントップ、フラットボトムの車両で、GTP 用車両がレース専用に製作されたエンジンを搭載するのに、 対して、量産車用のエンジンをチューニングしたものを搭載した。実際の参加マシンは、イムッサライトカーをオープンにし、フラットボトムにして、WSC 規定に合わせたスパイス、クッズなどが中心で、思惑通り低コストではあったが新鮮味にかける幕開けとなった。1993年、WSC 社は、ブレント・オニールの単独エントリーで、マイアミグランプリにおいてデビューを飾り、 完走者の打ち最後尾でフィニッシュした。セブリング12時間レースを欠場した後、残りのシーズンは4台未満の車による非選手権ラウンドに出場することとなった。1994年に冠無リスポンサーがキャメルからエクソンに変わることとなった。WSC が最上位カテゴリーとして引き継ぐことになってはいたものの、その信頼性が 開幕戦のデートな24時間で試されることになった。8台の WSC 車が競う中、2台がフロントローからスタートしたにもかかわらず、WSC 車は GT の影に隠れ、最高位は9位に終わり、他に2台が乾燥したに過ぎなかった。WSC 車が最初に表彰台に上がったのは、第2戦セブリングにおいてであり、この時は、 デートナで優勝した GTS の日産 300ZX に次いで2位と3位の成績を収めた。このため、GTS カテゴリーにおいて、GTP 用エンジンの使用を禁止するという、基礎化変更が行われた。第3戦ロードアトランタ戦において、新しいフェラーリ 333SP がデビューを、飾り、デビューレースで優勝した。 この後フェラーリはすべてのラウンドで表彰台の常連になったにもかかわらず途中参戦だったためシリーズ2位となった。4ポイント差でオールズモビルにマニュファクチャラーズタイトルを奪われた。1995年高価なフェラーリの新しいライバルとして低コストと汎用性の高いライリースコット・マカイが登場した。あえて時代遅れに感じる格、パイプスペースフレームとしたのは アメリカンレース界ではポピュラーなフレームだったためで価格の安さとメンテナンス性、純アメリカ製 WSC 規定発マシンであること、そして何よりその速さで一気に最大勢力となった。フェラーリはそのカテゴリーにおいてセブリングで総合優勝を果たし、メイクス及びドライバーズの両タイトルを獲得した。フェラーリと ライリースコットは1995年から1998年にイムッサが終演を迎えるまでの間このシリーズを支配していた。1992年に以前の GTO カテゴリーが GTS に改名され、日産 300ZX が1990年から参戦。ドライバーはスティーブ・ミレン。1992年と1994年。 ドライバーズとマニュファクチャラーの両クラスタイトルを獲得。また1994年はデートナ24時間レース、セブリング12時間レースで優勝、ルマン24時間レースでも総合5位、クラス1位を獲得。そのためイムッサは許容馬力を減らして GTS-1 クラスを平準化しようと VG ツインターボエンジンを1994年までで使用不可にした。 1995年からはプレジデントに搭載していた V8 エンジンを搭載し、その年のセブリング12時間でクラス優勝した。1995年にヨーロッパの BPR グローバル GT シリーズに近づくために GT カテゴリーは別の主要な再フォーマットを受けることになった。改造範囲の広い GTS は GTS-1 として 排気量3.5リットル以下の G2 は GTS-2 となった。1997年には別のカテゴリーが追加された。今までの GTS-2 が GTS-3 になり、新しい GTS-2 カテゴリーは既存の GT にマシンを参戦可能にするために導入された。1989年に コネチカットから本部を移動させてきたタンパのマイクコーンに対し、ビショップとフランスがシリーズを売却した。コーンはレース活動に常時専念するわけではなく、今度はビジネスマンのチャールズ・スレーターに売却した。1996年にスレーターは組織をロベルト・ミュラーとオール街の金融業者であるアンディ・エヴァンスに売却した。PSCR への解明は、 エヴァンスとカーティスエーデ社のマーケティング担当副社長が名前の変更を担当した。チームオーナーから、また管理業務を通じて重圧を受けていたエヴァンスはシリーズをレイモンド・スミスが率いるグループである PST ホールディングス社に売却。1990年代のシリーズは複数の所有権が工作した状況及び PSCR への改名と変化に富んだものとなった1999年に PSCR はフランス西部自動車クラブと提携アメリカンルマンシリーズへ名称を変更した。以来 PSCR によって公認を受けてきたがパノスのアムズへの公認をより強固なものにするため2001年にシリーズをドン・パノスに売却した。ドン・パノスは公認団体の名称を イムスサに戻し、アムズに加え、スター・マツダシリーズ及びパノス・ GT プロシリーズの正式な認可組織となった。アムズは、ルマン24時間レースに基づく規則を使用しているが、2005年には、パノス側とルマン主催者側との関係は、問題が多いものとなった。2012年、グランダムシリーズロードアメリカ、コルベット・ DP1998 年からユスクが、 アメリカ国内の規則を守ろうとする競技者集団の主導によりスポーツカークラブオブアメリカを巻き込んで結成したシリーズは1999年で失敗に終わった次にナスカーのフランス家からの援助を受けて2000年にグランドアメリカンロードレーシングチャンピオンシップとして知られているスポーツカー対9が始まったグランダムは初期の頃は苦戦していたが後に 有名なドライバー、広大なフィールド、僅差での勝負、安価な参戦コスト、さらには、デートな24時間レースを要しているなどの点から、アムズに対する強力なライバルとして存続した。2003年導入当初のデートナプロトタイプマシンは、規定上、醜いスタイルだったが改定され、コルベット DP に代表される、アイデンティティのある美しいマシンに変貌した。 また GT クラスでは北米松田とジョイントしたスピードソースチームの RX-8 が活躍。デートが24時間では2度のクラス優勝を勝ち取った。チャンプカートインディレーシングリーグとの分裂状態と同様にこのような分裂状態は観客数、スポンサー、マスコミの報道の劇的な減少を引き起こしアメリカの耐久レース文化に大きな悪影響を及ぼした。 2008年、アムズ・ラグ・ナセカ・ポルシェ・ RS ・スパイダー・アムズと a c o の間には関係開始以来いくつかの点において意見の相違が見られ、この紛糾もあってエントリー数が予想よりも少なくなってしまった。これを受けてアムズはエントリーを増加させるため a c o の規則に適合しない車両が2005年シーズンに参戦することを ACOO の意向に反して決定した。これにより、 ポルシェがもともとプライベーター向けのカテゴリー設計だった LMP2 の有利さに気がつきトップカテゴリーではなく LMP2 で復帰しもちろん総合優勝を争うマシンとして大活躍したさらに2006年にはいくつかの新型のシャシーが参戦可能になることが告知されるとアムズが再興するのではないかという楽観的なムードに包まれたが結局それほど 大きな効果はなく2010年をもってポルシェは l m p にから撤退した。リジェ JSP にジャッドインを北米のスポーツカーレースシリーズはアムズとグランダムという2つのシリーズが並存する状況が長く続いていたが2012年9月に両シリーズの主催者が2014年からシリーズを統合することで合意2013年3月 ユナイテッドスポーツカーレーシングの発足を発表した。同年9月には新名称がユナイテッドスポーツカーチャンピオンシップとなることが発表された。2014年はチュードル。2016年からはウェザーテックがタイトルスポンサーとなっているおり、ユナイテッドを省いてカンスポンサー、スポーツカーチャンピオンシップと呼ぶのが一般的である。イムスサの LMP1 と グランダムの GX クラスは廃止され、デートナプロトタイプと LMP2 が混装する P クラスが頂点となり、イムスサの LMPC GT クラスがそれぞれ PC、GTLM クラス、イムスサの GTC とグランダムの GT が統合され、GTD クラスとなった。さらに合併に伴いドイツツーリングカー選手権とも、車両規定を統一することで、合意、2015年、 または2016年に DTM スタイルのレースをユスシシーと閉催する形で開催する予定であると発表された。これにより予定されているこのレースに DTM や2014年に車両規定統合が決まっているスーパー GT の GT500 クラスの車両が参戦できるようになり最終的には参選手権のグローバル化が図られる見込みであったが、後に これらはすべて白紙撤回された。アキュラ a r x 0 5 2 0 1 7年に PC クラスが廃止され、プロトタイプの P クラス、LMGTE 車両の GTLM クラス、GT3 車両の GTD クラスに分かれており、LMP2、GT、LM マシンは WEC、ルマンと共通の車両で参戦することが可能になっているため、 欧州からの有力チームドライバーの参戦も増加している。また P クラスはデートなプロトタイプが廃止され、従来の LMP2 に加えて LMP2 のシャーシをベースにメーカーが改造を施すダッピー規定が2017年に導入され、これにキャデラック、日産、マツダが参戦。またアキュラも2018年にダッピーに参入し、流星の兆しを見せている。 2020年に独自のプロトタイプ規定である LMDH を発表した。イムスサと FIAACO の合意により LMH、LMDH 規定のマシンがルマン24時間レース、デートナ24時間レースなどに相互参戦することが認められている。LMDH はポルシェ、アウディが参戦を表明している。千二十一年、イムスサは千二十二年シーズンの同シリーズに GT レートナプロクラスを新たに導入することを発表した。FIA GT3 マシンで争われる。このクラスは GTE カテゴリーでオールプロが基本となる現行の GT ルマンクラスを置き換えることになった。A、スポーツカークラブオブアメリカ A、ジョン・ビショップ A、ペギー・ビショップ A、ウィリアム・フランス SR、イムスサブログ、Do You Want To Know About GT? レーシングインザ 70S.alex62.typepad.com。2014年6月23日閲覧。プロトタイプス、ザ・ヒストリー・オブ・ザ・イムッシャ GTP シリーズハット、ケー・ニック・マイケル・オン・ザ・エッジ。シガー・アフィス・キャナド・オンライン。2014年12月16日、閲覧。シュティロン・レーシング・ヘリテッジ2。2007年3月5日閲覧。 アムズとグランダムが統合。北米スポーツカー統一へ引くオートスポーツ2012年9月6日14年から、ユナイテッドスポーツカー誕生へ引くオートスポーツ2013年3月15日、アスコアのタイトルスポンサーにチュードル決定、オートスポーツ2013年9月17日、DTM、グランダムと合意。北米で DTM レース開催へ、オートスポーツウェーブ、 2013年3月27日、イムッサと WEC がプロトタイプカーの新カテゴリー LMDH 導入を発表ダッシュ m o t o r s p o r t c o m 2 0 2 0年1月25日イムッサ &WECLMDH 規則の詳細発表。ハイブリッドシステム供給メーカーも明らかに引くオートスポーツ2020年9月19日。 ポルシェが2023年から LMDH プロトタイプで再びルマン24時間レースに参戦へトヨタに強敵出現モータースポーツからウェブモーターマガジン2020年12月17日チームペンスキーがポルシェワークスとして WEC& イムッサに参戦2023年から LMDH でオートスポートウェブ2021年5月5日閲覧 アウディ、LMDH で、スポーツカー復帰へ。カーボンニュートラルと同時に、顧客の願いも念頭に、オートスポーツ2020年12月1日アウディが、LMDH 車両イメージを初公開。2022年初頭の展開、23年デートな参戦を、目指す。アキュラが2023年からの LMDH 参戦を、正式に表明、イムッサ。 オートスポートウェブ2021年1月27日閲覧事実情報会の GTLM に代わり GTD プロクラスが2022年に誕生イムッサオートスポートウェブ2021年1月29日閲覧ありがとうございます